はようございます。すごい、すごい、あ、リングだ。おはようございます。おはようございます。え、すごい火出てる。大丈夫だったら声取っていきたいと思います。はい。お取りします。はい。はい。ママもらいます。やりたいんだ。すごい、すごいね、うん、あやっぱプロだよ、プロ。本当に、いやでもマジで今日マジ強い人来てるんで、あ、そうなんですか。マジでやばい、マジでやばい、めっちゃ怖い。絶対怒らせないと思う。あ、そうめっちゃビビらしてます。もうでも怒られるの慣れてるんで。あ怒られるベクトルが違うと思う。あ、もうそしたら、ね、つまりあの110っていうボタンだけ携帯で押す。いつでも。え、バンダの人は怖いんですか。え、先輩の言うことは絶対。いやもうあの選択肢イエスとイエスしかないです。へえ、そうなんだ。やらなそうなのに。俺そんな怒らんよね。そのだから怒ったとしても、こういうなんか作品とかではちょっと怒ります。なんかこういう MV とかはまだちょっと真剣にやってるんで、怒るときは怒るんですけど、そんな普段怒んないでしょ。2、1 2、1よろしくお願いします。いい感じです。はい。ああ、そっちか。したら、後にじゃあこの皆さん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちパパパ令和パーティーです。違う、僕たちです。僕たち。私たち。はい、お願いいたします。鈴木さんを囲んでみて。はい、3人で。よし、これ死んだったよ、旗揚げだな。なんとかゴールドみたいな。え、なんとかゴールド的な。どういうこと、なんとかゴールド的な感じになってますけど。何がゴールド。すみません、貸していただきます。なんかわかんないけど、なんかいい。え、めっちゃいい。これちょっと低くなった方がいいかって。これなんか飲み会の帰りのプリクラみたいになってるよね。ガーブさんのところも、もう恐れるな。めっちゃいい。一日で歌を覚えちゃいそうです、これ。え、でも覚えるくない？ね。ちょっと照れがあるね。ちょっと照れがありませんか？ほら、ちょっと照れあるよ。ダメだよ、ちょっと。ありますね。あの湿気の勢いどこ行ったんですか？そこのシーンはでもやるでしょ、湿気するし。いや、湿気のシーンないのよ。入れないとダメですよ。よくあの首跳ねた後、血がバーなるみたいな、なんだあれみたいな、これ血が。それが、それが僕の今 CG で何もなんですよね、はい、僕のイメージだったんだけど、ガンガン音で忘れちゃった。
間途中で。もうでも入っちゃっていただいても。ありがとうございます。あれはもうめちゃくちゃみんなやってましたね。力道山がめっちゃ散ってます。一番最初に出た時にちょっとやった記憶はあるんだよね。あのファミコンからの、はい、で多分一番流行ったのはスーファミですよね。スーファミの3からで、タイガージェットシーンで毒斬りどうやってやるかみたいなのとかやってましたもんね。その時点でもう業界にいたんだよ。スーファミが出た時点ではもう業界にいたんで。キャラとして登場してますね。すげえ、めっちゃやってましたねあれ。ずっと毒斬り入ってました。プシュッ、プシュッ、気持ちいいんすよね、あれね。ガシ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 、ワン、ツー、スリー、そうやってましたね。全部一で、はい、ちょっと緩い、できるんすか？みんなできると思います。多分最初設営やらされるんで。え、じゃあパパパのチーム合わせたらリング組めるんですか？組めますね、多分。で、青井走って。私ですか？はい、お願いします。あーちょうどいいです。ちょうどいい、OK。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。3、2、1、はい、お
がいて最後終われるんだよ。じゃないこれ何火人いやまあちょっと後から言うえ怖い怖いちょっともう一回やったらいい怖いすいませんじゃあラスト1回、はい、いきまーすお願いします。3、2、1、はい。ね、熱意を持って皆さんが動いてくれてるのにかかわらずそれで無理ですでいいんじゃねそれっていうのは俺無理。ちょっと考えてみますか。ちょっといいですか。皆さん一回ぐらい。終わり終わりです。ちょっとごめんなさい、はい、ま、待ち、ま、待って、ま、待ってもらっていいですか。待ち後ろの音鳴ってるんだよね。はい、俺ら後ろの鈴木さんと俺後ろだからさ、すげえマシンから殺気を感じてた。これの位置はコーヒー似合わない確かにみなみさんの位置は違う違う違う、鈴木みなみ似合わないって言ってるんじゃなくて、あの黒パンにコーヒーカップ似合わない。それでいきましょうか。はい、治ったらやる感じなんだ。で、治すの治せるんですか。でも、ガス切れなんか、でも在庫がないってガス買ってきたらできるよってことなんですかね。ガスゼロ自由作動に関わってる。地震え地震え、今揺れますここに来て今爆発した今爆発したね。爆発した。どうですか。めっちゃ揺れてます。車か。はい。絶対揺られちゃう。すいません。ちょっと無理なんですよ、今回。炎が。だから、自分的には炎がないと、なんか左右のやつがないと、ちょっと微妙かな。まあ、取りはするし、作りはするんですけど。自分これ出しましたみたいなふうにあんま言えないっていうなんかこだわりがあるから。でもうなぎさんの作品だから一応まあ僕が指揮を振ってまあ全部監督というかこうやってたからこそまあそういう意味では僕も申し訳なかったなっていう感じです。すいません。最後はこんな感じでなんかすいません。だろうね。バレてるから。あんな言ったけどな、うなぎさやかがドッキリに聞かれならもっと頭使えよマジで。お前もだよ。ちょっといいですか。ちょっといいですか。あの火がつきましたこれで。何うまいこと言うの。誰これ言い出したの。誰だよマジでこれ作った。やめましょう魔女狩りはやめましょう。マジでマジで誰マジで誰が言ってえマジで誰か言って首にするから誰誰首だよ。鈴木さん誰鈴木さんドイツお前かよ俺お
お前だとしたらうまいわ。俺どうだったのみたいな感じで。だとしたらうまい。何年ドッキリやってると思ってんの。何年ドッキリ。あ、ドッキリ。あれ。ドッキリのプロだっけ。誰が言い出したのマジで。話を言ってるってことは。誰が言い出したの。何のですか。ドッキリを誰が企画したんですか。発案誰。だからもうあったんですよ。あったんす。発案誰これやるって言い始めたの。むしろ PV が全部ドッキリです。ええ。ないから PV だ。おっしゃおっしゃ。はい。はい。大成功。大成功。こんなに。だからもう。ない。受け身取って。もうあれもない。いややろうもう早くやって帰ろう。もうバラってんじゃん。じゃあ最後終わりましょう。もうないじゃん。PV も全部ドッキリだったってことで。PV も出しますか。でもギャラもらってる。もうドッキリ分のギャラもらってる。いやそれお金かけすぎですよね。こんな感じ。だって俺が出勤なんて言うわけないじゃん。ドッキリ。そう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 。ドッキリ以外で。ね。レコーディングからドッキリ。全ドッキリ。やばいよそれは。あれ出勤かななんて普通の仕事で言うわけない。そうね。言うのよ。ないから。言うのよ。あ本当に終わりなんだ。本当に終わりなんだ。本当に終わりなんだ。ね、オールアップの気持ちになれない。勝手に引きだと。中途になっております。ありがとうございます。7丁場お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。